今回は古橋はどのクラブに移籍すれば活躍できるのかを検証。今季スコットランドリーグで得点王に輝き、名将森保を結果で黙らせている古橋亨梧。現在古橋には複数のクラブが興味を示しており、今夏の移籍が現実味を帯びている。そんな彼の今後の行く末が気になって仕方ない当チャンネルは、今回とある大阪芸を使い、古橋を移籍の噂があるクラブに強制加入させフィットできるのかを検証していく。果たして古橋はどのクラブに移籍すれば成功できるのか。まず最初に検証するクラブは三笘あるようするブライトン。早速開幕戦となるウェストハム戦を観戦することに。リーグレベル問題で5大リーグでは通用しないと散々言われてきた古橋。果たしてそんな世間の声を結果で覆すことはできるのか。すると前半、古橋は加入したてということもあり、味方との連携不足を露呈する。それでも試合はエンド変わり85分、三笘が得意のドリブルで直進し中にクロス。最後は古橋がこのクロスにヘッドで合わせるも、これは惜しくも枠に飛ばせず決定機を逃す。だが三笘から古橋という待望の日本人ラインがここにて開通。しかしその後ブライトンは後半ロスタイムにサンチェスのありえないミスから失点を献上し、0対1で開幕戦を落とす。古橋のプレミアデビュー戦はほろ苦いものとなった。そんな不吉な空気の中迎えた第2節のユナイテッド戦。試合は54分、ブライトンは絶好の位置でフリーキックを得ると、これをベテラングロスが鮮やかに蹴り込み、ブライトンが格上ユナイテッドから先制するも、80分にブライトンはベフホーストにゴールを許し、後半終盤にユナイテッドに追いつかれる。それでもブライトンは89分に古橋がこの試合初シュートを放つも、すっとコリーグでは決して体感できない風見色のブロックに遭い、試合は1対1で終了。ブライトンはユナイテッドに善戦したものの、古橋に至っては不完全燃焼感が否めない内容に。その後の試合でも古橋は世界最高峰プレミアの壁にもがき苦しみ、挙句の果てに三笘からも敬遠される始末に。この仕打ちには古橋も不満が徐々に蓄積し、暴発寸前状態。そんな怒り狂いそうな古橋をお見せするわけにもいかないので、ここでシーズン終了までスキップすることに。果たして古橋はプレミアで結果を残せたのか。あれ、意外に結果出してる。すっとコリーグ得点王の実力はどうやら本物だったらしく、プレミア1年目でゴールランク28位に躍り出た。しかしブライトンは古橋のゴールに救われることはなく、プレミア最下位に転落し2部降格。そんな上機嫌の古橋が次に移籍するのはトッテナム。迎えた古橋のデビュー戦となるウルブス戦。大エースケインの後釜として期待されている古橋だが、果たして彼はケイン以上の結果を叩き出せるのか。しかしこの試合の古橋はブライトンでブレイクしてしまったせいか、前向きでのプレーができず存在感を発揮できない。それでも古橋は41分に隙あらばと強引にシュートを放ち、ストライカーとしての意地を見せるも、開幕戦はスコアレスドローで終了。古橋のデビュー戦は見るに耐えない内容となった。そんな目も当てられない状態で迎えたノッティンガム戦。試合は12分、ソン・フンミンが後方からのフライパスに抜け出しゴール。トッテナムが我々の信頼を回復させるゴールを奪う。これには同じアジア人として古橋もソンを祝福。しかしトッテナムは23分にロメロの外役すぎるミスからフロイラーに同点弾を許し、お笑い軍団スパーズがしょうもないミスから自滅する。だが試合は72分、古橋がペナルティアークの位置でフリーキックを獲得かと思いきや、これは古橋のシミュレーションだった模様。古橋くん、やるならせめて手ないでやってくれたまえ。結果トッテナムはまたも勝ち切ることができず、古橋と共に暗いトンネルをさまよい続けることに。そんな甚だしい状態で迎えたアーセナル戦。試合は14分、スパーズはアーセナルの手のひらの上で踊らされ、最後はサカにスーパーゴールをぶち込まれ、スパーズが相手を調子に乗らせるゴールを与える。このゴールに納得いかないペップは審判に謎の抗議を申し出る。その後の古橋はというと、21分にソンの技ありパスからシュートを放ったり、
トラックスルーで変化を加えるなど、いろいろ試行錯誤を重ねるものの、またしてもチームを勝利に導けず、アーセナルに敗戦。このまま古橋の手たらくぶりを垂れ流すわけにはいかないので、ここでシーズン終了までスキップすることに。果たして古橋はスパーズでどんな数字を残したのか。いや、なんでこんなことに何年。観戦試合では冬眠状態だったにもかかわらず、古橋はまさかの12ゴールを記録し、得点ランク10位に食い込み、三笘越えを達成。さらに総合成績では17ゴールを記録し、ケインの後釜にふさわしい働きを見せた。しかしチームは13位と大低迷に陥り、EL 出場さえも逃す始末に。そんな真っ盛りの古橋が次に移籍するのはクリスタルパレス。迎えた開幕戦の相手はフラム。以前からこのチームへの移籍話が絶えなかった古橋だが、果たしてパレスではどんなプレーを見せてくれるのか。すると試合は24分、古橋がロコンガのシュートを顔面でブロックし、移籍してきて早々工作員疑惑が浮上。それでも古橋はチームの顔座派と息の合った連携を見せ、パレスに適応する意思を見せるも、試合は定番のスコアレスドローで終了。古橋は開幕戦でファンの心をつかむことができなかった。そんなニッチもサッチもいかない状態で迎えたウェストハム戦。試合は50分、古橋が相手との競り合いでファウルをもらえず、プレミアの笛に苛立ちを隠せない模様。それでも試合は87分、古橋がダブルタッチから相手ゴールを強襲し、ようやく彼らしさが垣間見えるようになるも、試合は0対0で終了。古橋はまたしてもファンの期待を裏切ると、さらに次戦のニューカッスル戦では、試合は68分、パレスは左のザハが中にクロスを上げると、ヒューズと相手が競り合ったボールが古橋の前に流れるも、これは相手より先に触れずゴールには結びつかない。そして試合は平常通りのスコアレスドローで終了。このまま古橋のプレーを垂れ流すと、ファンからヤジを飛ばされそうなので、ここでシーズン終了までスキップすることに。果たして古橋のパレスでの成績は。なんでこんな決めてるん。観戦試合ではうんともすんとも言わなかった男が圧巻の11ゴールを記録し、2回連続で得点ランク10位に入り込む。しかしチームは古橋の結果とは異なり、勝ち点22の19位で2部に降格。そんな波乱万丈な古橋が次に移籍するのはラツィオ。迎えたセリエ A デビュー戦のウディネーゼ戦。ここまで所属チームは低迷しながらも、自身は数字を残してきた古橋。心機一転して新天地を求めた男の末路はどうなるのだろうか。するとこの試合の古橋は、サイドからボールを呼び込み、セルティック時代と同じような形でゴールを狙うが、試合は定例のスコアレスドローで終了。古橋のセリエ A デビュー戦は不十分な内容となった。そんな酷評にさらされる中迎えたサッスオーロ戦。試合は32分、縦パスを受けた古橋がなりふり構わず右足シュートを放つ。さらにその直後にも味方のパスカットから左足で強引にゴールを狙い、すっとこと得点王としてのプライドを見せるも、チームは2試合連続のスコアレスドローを記録。その後の試合でも古橋はセリエ A の壁に長期間苦しみ、長いトンネルから抜け出す気配が全く感じられない。このまま古橋を放置してもいいことがなさそうなので、ここでシーズン終了までスキップすることに。果たして古橋はラツィオで爪痕を残せたのか。いや、これ何かの間違いでは。途中怪我などもあり苦しんだものの、35試合で15ゴールをマークし、見事得点ランク5位に食い込んだ。さらに総合成績では26ゴールを挙げ、チーム内得点王に輝くも、ラツィオは CL 出場権を獲得できず6位に終わった。そんなイタリアで知名度を上げた古橋が次に移籍するのはフランクフルト。迎えたブンデス開幕前の UEFA スーパーカップ。ここまで4クラブ中3クラブで2桁得点を挙げた古橋。果たしてカイザー・ハセベと共闘し、レアル相手に大金星を勝ち取れるのか。すると試合は延長前半2分、フランクフルトは1本のパスで最終ラインを突破されると、最後はそのままケインに決められ、フランクフルトが優勝から大きく遠ざかる失点を献上。それでも試合は延長前半8分、クナウフが相手の裏目かけてフライパス。
このボールは運よく古橋の元に渡り、最後はこれをニアサイドに確実に決め、フランクフルトが起死回生の同点弾を奪う。ここまで我々の取れ高に全く貢献していなかった古橋だが、彼はたった1ゴールでこの場の空気を一変させてしまったのだ。そして試合は PK 戦に突入。 PK に入るとフランクフルトは2人目が失敗するも、レアルが2回連続で外してくれたおかげで精神的な余裕ができ、見事 PK 戦の末、昨シーズン CL 王者を粉砕し、待望の今季初タイトルを獲得。古橋は UEFA スーパーカップ優勝の立役者となった。そして満を持して臨むブンデス開幕戦、レアル相手に好パフォーマンスを見せ、鎌田の穴を埋めつつある古橋。果たして古橋のブンデス1年目はどうなるのだろうか。しかしいざシーズンが開幕すると、古橋は2カ国で得点を量産しすぎたせいか、入念な警備体制を敵チームに敷かれ、開幕戦を無得点で終えると、その後の試合でも彼が本来の調子を取り戻すことはなく、ゴールとは無縁の選手になりつつある。そんな古橋を見るのが苦痛になった我々は、ここでシーズン終了までスキップすることに。果たして古橋はブンデスで何ゴール決めたのか。いや、そんなわけないやろ、笑い。あれだけゴールに嫌われた古橋が、まさかまさかの23ゴールを決め、ミュラーを抑えブンデス得点王に輝く。さらに総合成績では31ゴールを挙げ、今季のシーズンベストイレブンにも選出される。だがチームは EL 圏内の5位にとどまり、優勝争いには加われなかった。ということで検証結果、古橋はどのリーグでも通用する。でした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画などありましたら、コメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。